どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエです。皆さん、ギャラクシーフォールド知ってます？今なんかすごい話題になってますよね。折りたたみ式のスマートフォンって言って4月26日に発売予定だったんでございますけども、なんとこの度ね延期だそうですえっていう感じですね。なんで延期かというとね、壊れたみたいですね。どういうことかと、言いますと、発売前にですね貸し出し機をね、貸して、複数のねメディアにねレビュー依頼をしてたそうなんです。でそしたら破損したというね報告があったみたいで、こちらのね破損の原因がね主に2つあるみたいで、1つ目はですね、あの開いた方のディスプレイのヒンジ付近にですね膨らみができて、それが圧迫されて画面が正常に表示されなくなったと、画像を見てますけどなんか暗くなってるんですよね。もう1つは剥がすべきではない上の方のなんかディスプレイの保護レイヤーというのがあるんです。でそれを剥がしてしまったと。これ剥がしちゃいけないやつなんだけど剥がしてしまったの、それで壊れたということでございます。でまあね、これによって発売がね延期されるということで、しばらくはねまたお目にかかれないかなという感じで思います。でまあこの問題に関してはね、しっかりね対策を講じるということを言っていて、2つ目の問題ですね、保護レイヤーを誤って剥がさないように注意書きをもっとはっきりさせるということを言ってるんですけども、僕ちょっとね疑問があるのが、なぜ剥がしちゃいけないものが剥がせるようになってるのかっていうところですよね。非常にそこが気になる。剥がしちゃいけないんだったら剥がせないようにするべきであって、あ、間違えて剥がしちゃった、 22万が壊れましたみたいな、もうとんでもないことになってしまいますよね。そんななったらもう買うとして、もしこんなことが起きたらもうたまったもんじゃないですよね。1日で壊れたよ22万がってなったら嫌だもんね。まあ今回貸し出し機のレビューの時に壊れて、良かったんじゃないかなと個人的には思っています。どういうことかと言いますと、例えばこれが予定通り発売されましたと、ユーザーがね、やったー、折りたたみのスマートフォンだぜ、イエーイ、剥がしちゃいけないね、ところをベラベラっと剥がしました、壊れました、なんだこれってなったらもう本当にいたたまれないよねなので他の端末はどうかわかんないですけど、これねしっかりね見直すべきだと思います。剥がせないものは剥がせないようにするべきであるし、ヒンジの部分が圧迫されてどうのこうのってなってるんで、そこら辺もねしっかり見直すべきであるかなという感じで思います。早くても来月って言ってたんで、5月6月ぐらいになるのかなと思いますけどもね、何かのね発表があると思いますんで、そこら辺をね楽しみにしておきたいなと思います。珍しい端末ですからね、いろいろと気になるところはあるんでございますけど、皆さん購入されますか？僕はですね購入しないと思うんですけど、ものすごく安くなったら買うと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。